いいトピックは or not plural? 複数形でしたね。Right、<ー>そういうの知らないかな,なか自分の頭で、うん、えこれは複数形にしちゃってもいいのかなとかし,ちゃしないなっていうのはフィッシュですよね。そうです、そうです、そうです。で何でかわかんないけど、常に単数形ですよね。そうなんですよ。でも、たまにフィッシュはフィッシュズ。 <laughs> <が>で言ってもいいんですよ。それがわかんないですよね。フィッシュズになっちゃうとなんかいろんな種類の魚がそこにあるある感じになっちゃう。ああなるほど。鯖があったりあのマグロがあったり <laughs>、はい、サンマがあったりとか。だから自分が食べるフィッシュね。There's lots of fish here for you to eat。それはじゃあシュガーとかと同じですか。そうです,うですシュガーズにならないっていうと同じ。シュガーズは絶対にならない、ね。ないですよね。だから How many packages、うん、of sugar? ね。で、このまた同じ感じな言葉は、お金。お金、tip。How much tip should we leave? Not how much tips. これは、マッチを使ってるから。How much tip。Much を使うと、マッチなんか数えられないじゃない。はいはいはい。でもそう。単数形。Yes。でも、S をつける場合もあるんですよ。She gets a lot of tips at night. ソースが違うとこから来るから。ああなるほど。で文章のこのまた使い方マッチを使うと How much tip?How <っ> much ketchup?How、はい、much sugar? でも She gets a lot of tips、うん、で絶対 S はつかないもの like さっき言った Sugar とか、はい、BaconYou never say bacons and eggs つないんだ。けないでしょでもベーキンってちゃんと数えられるスラ,ス,れ、ね、スライスに、うん、数えられるじゃない一いい本で来ないもんね <laughs> so, but it's bacon. You just don't say bacons. There's always a few strips, right? Yeah, yeah, yeah. It's always like three pieces. Mm. But you would have to say. Three pieces Pieces bacon. of Pie が必要。<ー>でもベーコンはこうストレップになってるから数えられるじゃないって思って S をつけるかもしれないじゃないああなるほど <Like furniture. S 2>。それも数えらんない。Yeah, I have lots of furnitures.You never say だからネイティブからして聞いて間違ってるってわかるんだけど。チューとか言うんだったら two <Yeah. S 1> chairs、ね、Yeah, yeah, yeah. でも家具自体、generally when you're talking about furniture, you don't say furnitures. ダメなんですね。Mm hmm. You 水とかケチャップとかそういうの分かるじゃないだいたい見てあれだけどでも例えばバスケットボールエクイプメントとかはい、はい、スポーツエクイプメントあー TV アーディオビデオエクイプメント You don't say equipment. エクイプメント<ー> s <S それはもうその全体をそ<う>示す感じになるんですかも、ね、そう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 そそうそうそそうそうそそうそそうそう ペーパーはーパーって言いま、ね yeah. でも2枚3枚あったら You don't say I need some more papers. ああいっちゃいそうですい、ね、<laughs> っちゃいそうですペーパー、so, <laughs> I just need paper。<laughs> で、言葉を複数形に変わるとその言葉自体が変わっちゃうっていうのもありますよね。 そうういのは簡単なですマウスとイコーはマイスはいグースはグースはギースいやーサイハモスですねそうそうそうどっちがどっちだかわかんないけどが一つでティースが2つ以上じゃあサイコロはダイス1個だとえ一1個はダイスじゃないですかダイダイダイ e ニーデンエクストラダイハァーに the dice. You roll the dice because there's two dice usually, right?